こんにちは、シューバートです。今回はカール・マーティンのホットドライブンブースト MK2 をご紹介させていただきたいと思います。こちらデンマーク生まれのブースター&オーバードライブになっておりまして、今はね MK3 が発売されているのでちょい前の機種になるんですけれども、音は非常にいいのでぜひお聞きいただきたいなと。側面ご覧ください。こういった感じでですね、非常に厚いです。ちょっとしたねタッパぐらいのサイズはあると思います。つまみは左からブーストレベル、レベル、ウェーブ、ゲインとなっておりまして、ブーストスイッチ、ここを押すとですねブースターとして機能するんですけれども、つまみはねここだけです。こっちの3つはね効かないです。ブースターの時はここのみ、ブーストレベルのみと。そしてドライブ、ドライブを押すとこの3つのつまみが効くようになります。この MK2 の優れているところはですね、3段階でブーストできるようになっておりまして、1段階目はブースト、そして2段階目はドライブ、オーバードライブですね。そして3段階目はブースト&オーバードライブでハイゲインを得ることができると。このフットスイッチが2つついているっていうところが強みでもあります。今回はこちらボスの OD3 と鳴らし比べてみたいと思います。
感じになりました。いかがでしたでしょうか。ブーストいいですね。ブーストレベル12時ぐらいですかね。ふくよかな感じで、 OD3 もね倍音が出てふくよかなんですけれども、それを超えるふくよかさ、つまみがねたったの一つなのにここまでね存在感のあるブーストっていうのは非常に魅力的です。ドライブに関してはね結構ね好みがあるかと思うんですけれども、ブオーンという風な感じですね。そしてダブルでつなげるともうファズっぽい感じと言いますか、荒々しい粒に変化します。なのでブーストの細かい粒からファズ風な荒いところまでですね、これ1台で網羅できるっていうのは非常に強いところではないでしょうか。カール・マーティン、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。